ラカール TV。 サラマリコン、マリコムサラン、ラカール TV のコバです。久しぶりすぎてなんかね、なんか何を言っていいかちょっとわからないんですけど、今またあのバーバブホテルにいます。前回来たとこね、前回来たリゾートに、はい、います。で、前回お伝えした内容と一緒ではなんか全く面白くないので、今回はまあ企画としてセネガルチーム対日本人チームで卓球対決をしたいと思います。早速子供たち盛り上がってますけどね。あのね、ちょっと練習してみたんですけど、セネガル人の子供たちとめちゃめちゃうまい。うまいよね、ちょっとこの練習の風景を、はい、ね、めちゃめちゃうまいんですよ。まだ12歳と10歳だっけ。そうそうそう、ね、で、何がうまいってね、何よりサーブが速い、サーブが速い、サーブが速い。セネガルって卓球うまいんだ。ねえ、なんかそのイメージはない。ほら、すごくない？うまいよね。大丈夫、うまいよなそう、めちゃくちゃ盛り上がってるよね。ちょっとまたその対決の様子を、はい、ちょっと。で、今からこのね、ジミとジビの兄弟チーム対、うん、コバと大地の日本人チームでね、はい、で、ちょっと対決、10点選手、10点選手で、はい、やっていきたいと思います。じゃあ、行ってみましょう。よし、10点だぞ、10点。ナイス、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 やった大人げるやった、よし、テンカン、あっちかな、おお、うまい、テンカン、いこうかな、うまっ、センキカこっちかな、センキカ、ナイスカット、ナイス、ナイス、今のシースキャット、シースキャット、今のうまい、シースキャット、あ、入ってない、入ってない、ナイスカット、シースキャット、入って、あーれ、あーれ、入った、あおー、シースシース、ちょっと待って、シースシース、シースシース、クード、ちょっと、あー、セッシース、大丈夫、大丈夫、こっちだ、あれ、大丈夫、シースシース、ナイス、入った、すげえ、ウィッチーズ、次大ちゃんサーブ、大ちゃん、やば、ナイス、ナイス、ウィッチーズ、大ちゃん、あ、ダメ、はい、ネフ、ネフセット、ネフセット、マッチポイント、ネフ、ネフウィッツ、大地行けよ、狙えよ、次大地来るぞ、
いけ、大叩きつけろ。おお今のだ。ネフネフデュース。今のない。やばい、まさかの激闘ですね。スターブだから。よし、大地いいとこ決めてくれ。奥に決める。すごい作戦立てて。おお、ディース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 。おお、ドゥーズオンズ。ドゥーズオンズだね。あんこ、行こうかな。おお、久しぶりだ。ほら、惜しいなー。あ、すげえ。待って、待って、すげえ、どうなってる。ちょっと待って、今ね、今のはあっちの得点か。うん、あっちの得点だと思う。負けだと思う。あー、何あらー負けちゃったよ。メシーって。あらー、残念。負けました。でもいい試合だったな。コバさん、はい、日本チーム負けましたね。負けましたね。あの、なんだろう、やっぱその身体能力の高さというか。でもなんかその器用なイメージはないので、すごい意外だったよね。ねえ、確かに、ね、みんな上手かったし。うん、確かに確かに。はい、でもまだ試合は続いてます。なんかやってますね。ねえ、永遠にやってそうな。そう、なのでちょっとまあね、このまま続けると何時までかかるかわからないので、もう僕らちょっとご飯食べに行きたいと思います。あー、それではね、はい、またなんかね、次またスポーツ対決とかなんかわからないですけど、他の種目で伝えられたらと思います。それではまたお会いしましょう。ボベニ、ボベニニョイシャーラもう一回、もう一回、ボベニニョイシャーラさよならやばい、噛んじゃった。違う、ここ入ってきた。あれ、ボンジュー。来た来た来た、新人が来た。新人が、うまいうまい、みんなうまいな、すげえな。見て、この異色のさ、異色のこの卓球。服装なんかもうみんな。みんなも。確かに。ね、セネガルの民族衣装と、ウルトラマンと、そう、あと海上がり。海上がりのジョーラと。あれ、なんかもう、ルールもよく分かんなくなってきました。でもいいんだよ。コンビは？Set.あれ、これジョーラの子が意外とそんな甘くないあれ最初の勢いすごかったからね。イルレスドゥウィッウィッ。あれ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 おーおあディースウィーツイソンガニェー。大地勝ったじゃん。あんここれいつまで、ね、これ永遠とやってるよね。あれ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 
おー、いい、おい、アンジロー。